皆さんこんこにちはレック専任講師の野畑です今日は2022年の行政書士試験合格を目指す学習経験者向け野畑式ビルドアップコースについて簡単に説明していきたいと思います。よろしくお願いします。えーとまあ、今回ね、この動画をご視聴いただいているということはですよ、あの2021年度の本試験を受けられてで自己採点もして、まあ、結果が芳しくなかったと。 でまあ、悔しい思いをして来年また合格を目指していきたいという方だと思いますのでそういった方々のサポートができるようなあの講座をと思って企画したのがビルドアップコースです。今から簡単にコースの概要を説明しますのであのもしこの動画を視聴していただいていいなと思った方はあのまた別途ビルドアップコースのイベントがありますのでそちら名古屋校のイベントとしてご参加いただくですとか YouTube 確認していただければと思います。 はい、では少し画面切り替えて見ていきたいと思うんですが、伸、えー、ばし式ビルドアップコースです。あの先にお伝えしておくと、あの名古屋駅前本校でのまあ、生講義という形になりますが、あの生講義に参加できなくても欠席フォロー制度ついているので、あの極端なことを言ってしまうと一度も生講義参加できなくても大丈夫です。つまり遠方の方も受講できる形にはなっております。あの以前からこういろいろと。 先生の講義を通信で聞きたいんですけどってご意見があったんですけどもあのビルドアップコースに関しては欠席ウェブフォロー制度を使えばあの遠方の方でもご受講できますのであのそこは安心してください、まあ、詳しい受講方法については長古駅前本校にお問い合わせいただければと思います、はい、では改めましてビルドアップコースについて説明していきますが、えー、学習経験者のために再設計された合格カリキュラムとあります 特徴、今日3点、まあ、説明していきます。まあ、1点はね、ポイント3で説明しましたが、えっ、ー、と、1点目、2点目ですね。はい、1点目。初学者向けクラスでは実現できないインプット講義で合格力を教えというところ、えー。やはり学習経験者からすると、もう一回、あのー、予備校を使って勉強していきたいと考えていても、初学者と同じインプット講義はあまり受けたくない方っていると思うんですよ。つまり、初学者向けのクラスは、 まあいい意味でも悪い意味でもゼロから説明するので、あの善意悪意の言葉から説明するわけですよね。ただ、それは学習経験者の方は分かっているわけなので、結構そういった時間って無駄なわけですよ。でも、ご自身で問題演習だけやるのも、なかなかペースメイクも難しいですし、不安だという方もいらっしゃいますといった声にビルドアップコースは答えております。もちろん、合格に必要な知識は提供します。 そして、問題にどう向き合うのかということを、講義中に同時に習得をしていくと、インプット、アウトプット、連動講義、こちらで合格ロボを要請していきますと。これが1点目ですね。はい、2点目。1回30分の復習専用講義で復習がはかどると。これ、何を言ってるかといいますと、はいまあ、下にこうカリキュラムがありますので、まあ、詳しくは、別途、ブログとかにこう載せてある、 リーフのまあ、データを見ていただきたいんですが、まあ、これがカリキュラムなんですね。で、まあ1番から9番までがまあ、基本講義ですよと。とまもしも入ってますが、下にあるのがビルドアップ講座、マスト論点、理解度チェックインというものです。これ復習専用なんですね。あつまりこう講義を何回も聞いて理解を深めたい方っていらっしゃると思うんですよ。ただ、首講義2時間半の講義をまあ、2回3回、もう1回聞き直すのは大変ですよね。 なので、ビルドアップ講座の基本のところで学習した知識を集約した復習専用動画を別途収録して配信します。はい、なので、本当に必要なところだけ繰り返し繰り返し復習することができるというのがこのマストロン10リカールチェックインですね。どんな形のものかといいますと、簡単にお見せしますが、えー、問題を皆さんに提示します。 ただ、問題といっても、丸抜ではなくて、今、画面映しましたが、あの、例えばね、これ、憲法なんですが、まあ、憲法の人権は、性質上可能な限り、内国の法人にも保障されますよね、と。それ、わかると思うんですが、理由、なんでですかここを考えて答えてくれ。ということなんですよ。2番については、これ、南九州税理士会事件ですが、税理士会事件で、特別回避の徴収無効となってますが、理由について述べなさい、と。 つまり丸、丸抜結論じゃなくて、なんでそうなっているのかを考えて答えてくださいねということね。こう思考力を要請します。あれこれ考えることが、やはりこう復習の時は必要なんですね。であれこれ考えていただいて、解説パートを見ると、こういう形で載ってるんですね。もちろん、ここについては講義でも補足をしますけども、はい。こういう形で復習専用講義を提供していきます。これ、今年からなんですね。 はい、ビルドアップコース、6年目なんですが、今年から新しく実装したものになっていきます、はい。ポイント3は先ほども伝えましたが、生講義に参加できなくても安心ということで、欠席ウェブフォロー制度ついてますから、あの普段名古屋港の通学をしていて、参加できないときはウェブ講座でもいいですし、もしくはもともと遠方の方でね、あのまあ、名古屋港を通うことができないので、すべてウェブフォロー制度を活用する形でも大丈夫です。 はい、なので繰り返しますけれども、あのこちらに関してはね、遠方の方に関してはあの一度名古屋駅前本校にあの問い合わせてみてください。受付方法とか教えてくれると思うので、はいよろしくお願いいたします。うん、あと細かいところはまあ実際のまあ別途のイベントですとかでお話をしていきますね。はい、今日はこの概要を示しただけになりますけれども、あいいかなって思っていただいた方は。 ぜひあの、この講座、検討していただければと思いますえ。まだまだ本試験終わって間がないということになってきますので、あの体調等を崩されがちな時期だと思います。崩しがちな時期だと思いますので、まずはご自身の体調を整えるところから始めていただければと思います。あの今後ともあの皆様サポートしていきますので、よろしくお願いいたします。